Tada Hiroshi Shihan. Shōwa 4年12月14日, Tokyo ni omowareになりました. Honne, man 88歳. Kotoshi no 12月14日, Manjo, 2月89歳. Shōwa 25年3月14日, Masawa no 学生の時に, Meisha Soto no 入門し, Kaito Meisha 6月5日, みなりの指定者は基礎なのです。指示いたします。大学卒業後は、日本の伝統文化、アイキドの伝統文化、その頃の師範として、各大学のアイキドの創設に協力いたしました。昭和30年、東京オリンピックの年、ヨーロッパのアイキドを普及のために、 設立した赤宮アイキドは日本伝統文化の会として、イタリア政府公認の公営法人となっております。以後、この日に至るまで、原発、秋田、年3回、海外に働きまして、アイキドの稽古を行っております。 明治は、この英語を先生に創設された愛嬌、影響者昭和軍隊の構成、丸々、一切の愛嬌と争いを超越、人類の抑制と進化を求めるべきな武器を武道へ変えます。愛嬌は人間の命の力から、その力を積極的に保ち、 その力を伝えるために、統一して伝えるために、命の訓練を地道に身につけることができる優れた訓練法である。